見晴らし台にいるのは。家に戻る前に声をかけてみるか。いつになるかは分かりませんが、僕は殿下を、セドリックを探しに行きます。その時、僕に何ができるかは今はまだ分かりません。ですが、とにかく抱えている全ての思いをぶつけてみようと思います。Thank you.
皆さん、心して聞いてください。本日クロスベルで行われた独立、クロスベルがとある勢力によって再び、クロスベルが再占領、まさかそんなことが。閣下の戸川筆頭たる私が受けよう今回の騒動およびクロスベル問題を、より良い形で決着するためにも、残された我々はそれぞれのやり方で言ってしまった彼に報いなくてはな。神聖帝国解放戦線の憎き鉄血は倒れ、ついにこの帝国に名があろうことか。その思想に汚染され、それに賛同する者、その企てに気づかず、我が神聖帝国解放戦線は手始めは愚かなる王子。次なる標的は赤き都に鎮殿するオデイ。
3月とはいえ、夜はまだまだ冷える。特にこの辺りは雪も残っているからな。教官、どうしてここに？窓の外を見たら人の気配を感じたからな。もう夜も遅いし、心配だから見に来たんだ。教官のそれ、正直ずるすぎると思います。だがこんな風に役立つなら。で、なんで隣に？連れ戻しに来たんじゃないんですか？ここは士官学院の寮じゃない。門限も特にないからな。少し夜更かししても別に構わないんじゃないか。教官がそんなこと言っていいんですか？まあ、たまにはな。何も聞かないんですね。そうだな、なんというか。それって…私が無理してるって…ちゃんと分かってるじゃないか。そんなことは、私だって分かってます。でも、クロスベルが何度も聞き…その度に心をかき乱されて、みんなに気を使わせて…けど、周りに迷惑をかけるのは、だったら無理するしかないじゃないですか。言うなら言いたいこともわかるが、それでも周りは何度でも君に頼ってもらいたいと思っているはずだ。クルトにアルティナ、ミュゼにアッシュ、当然俺だって。第一、それはというか、そりゃそんなことは思っていないか。まあ、つまりは俺もまだまだ未熟だってことだ。素直に頼って慰めてもらって立ち直る、それもまた仲間の役割だ。たとえ同じようなことを繰り返そうと、誰もそれを弱さだと思いはしない。なら、教官は…なんだ？今、教官を頼っても…ああ…みんな、頑張ったのに、一生懸命頑張ったのに、なのにどうしてせっかく取り戻したものをまた奪われなきゃいけないの？私たちの自由を、誇りを、夢を、もう奪わないでよ。冷静になるにつれて、すごく恥ずかしくなってきました。
とこさん、もう大丈夫です。何度奪われたってまた取り戻せばいいだけですしね。その通りだ。もう夜も遅いですし、私は先に帰りますね。そのコートもありがとうございました。教官も体を冷やさないでください。ああ、おやすみ。さてと、俺も部屋に戻るとするか。今日は本当に長い一日だったな。止まれ！そのトランクをこちらに渡せ！なんですの、あなたたち。いきなりこんなことを、まさか野党？無駄口を叩くな。言う通りにしろ。そんな、私の。早く中身の確認を。ただのぬいぐるみだと。ち、ターゲットを間違えたか。ただのじゃなくて、なあちゃん特製だよ。の、貴様、測ったな。スーちゃんナイス。くそ、待ち伏せまで。残りは3人、一気に畳みかけるぞ。了解。速やかに終わらせる。はっ。ここだよ。隙ありだ。
遅い。行くよ。それ。ブスッと。感謝しておく。よし。ターゲット捕捉。くらえ。崩したぞ。バカな。どうしようかな。突きあり。突きありだ。行くぞ。よっ。俺の番だ。ターゲット捕捉。崩したぞ。どうしようかな。刻むぞ。シャドウステップ。どうしようかな。えさせるか。行くぞ。型をつけてやる。逃しはしない。バカな。行くよ。よっ。俺の番だ。はっ。行くよ。よっ。行くぞ。ターゲット捕捉。くらえ。行くよ。感謝しておく。俺の番だ。ターゲット捕捉。続いてくれ。相手が悪かったな。ナディアの予測通りここで仕掛けてきたな。スーちゃんが事前に気配を察知。やっぱりスーちゃんとナーちゃんは。それにしても練度の高い連中だったな。帝国に来て追っ手の心配がなくなったと思った矢先にこれだ。狙いはやっぱり。このトランクか。一体何が入っ。わからないが、かなり重要なものなのは。その上、あまり存在。ギルドじゃなくて。ああ、あのご老人の依頼だ。なんとか達成しないとな。おじいちゃんにはいろいろとお世話になったからね。ただ問題はこの謎めいた届け先か。ここで考えても仕方がないよ。そうだな。また追っ手が来るかもしれない。先を急ごう。その前にもう一つ問題があるの。なあちゃん疲れた。スーちゃん自分で歩け。今日も冷たいスーちゃんでした。まるバカ言ってないでさっさと行くぞ。トランクは俺が持つから。スーちゃんには女の子をいたわる心が足りないとなーちゃんは思うのです。はいはい、その通りですよ。
じゃないみたいね。来るぞ。これは一体何なんだ。切っても刺しても大して効果がない。何か特別な材質みたいだけど、分析材料が足りない。先に連結部を攻撃しろ。出ないとコアへの攻撃は通らん。そういう仕組みか。この人あからさまに怪しいが、今は乗るしかない。誰が相手だろうと関係ない。行くぞ。
ターゲット捕捉。くらえ。任せたまえ。行くぜ。ダークレクイエム。行くとしよう。とにかく助かった、礼を言う。礼は不要だ。代わりに。あっ。これはもらっておこうか。最初からそれが狙いだったんだ。その通りだ。彼らを相手に善戦したことは評価しよう。おかげで手間が省けた。
荷物は返してもらう。敵対するなら容赦しない。余興にはちょうどいい。待って、スーちゃん。まさかとは思うけど、一応聞いておくね。あなたは何者なの？神聖帝国解放戦線のリーダー、シーダ。それとも必然かな。どうした？俺たちが受けた依頼、その内容は。Cと名乗る人物にそのトランクを届けることだ。詳しく聞こうか。そう言われても、実は姉ちゃんたちも詳しく。先月この依頼を受けてから、その謎めいた届け先の情報を集めるだけでも。先月？ああ、それは確か。間違いないよ。さん大丈夫？変なキノコでも食べたの？何、予想以上に面白い事態に。ついな。どうやらこたびの一件。それより一応中身の受け取りを見届けるまでが仕事でね。安心して、今回の中身は爆弾じゃないから。多分
ブンって、まあ運んだ俺たちにも何が入ってるかわからないからな。うん、ずっと気になってた。で、何が入ってる？さてな。中身も分からずに奪おうとして。大胆。だが、クロスベルト警護、おそらくこの中に入っている何かを。さあ、トランクを開けるが。果たして箱よりイゼルは希望か、はたまたさらなる災。あなたたち、醜い